近年、温室効果ガスの影響で地球の気温は上昇し、世界中で気候変動を引き起こしています。こうした状況を打開するために、温室効果ガスの排出量を実質ゼロにするカーボンニュートラルの実現に向けた挑戦が、私たちの身近な生活や社会活動の場で徐々に始まっています。この会社はカーボンニュートラルに向けた取り組みを考え始めようとしているとある食品加工会社です。なんだって？カーボンニュートラルへの取り組みを具体的に示す計画書を出せって？そうなんですよ。取引先の ABC 商事の取締役から言われまして、今後はカーボンニュートラルを前向きに取り組んでいる会社と提携していく必要があるので、カーボンニュートラルの実現に向けた計画書を示してほしいと。そういうことならば、カーボンニュートラルの実現に向けた計画を考えてみるか。で、そんな急にカーボンニュートラルの実現に向けた計画書を作成しろと言われても。カーボンニュートラルはうちの会社のような中小企業が率先して始めるものじゃなくて、まず大企業が始めるものじゃない？そうだよね。中小企業がカーボンニュートラルの取り組みを始めたってメリットがあるの？カーボンニュートラルへの取り組みは、実は中小企業にもメリットがいろいろあるんですよ。そうなの？はじめまして。僕は皆さんをカーボンニュートラルの取り組みの世界へとご案内するミスター CN です。皆さんの会社でカーボンニュートラルに取り組まないとどんなリスクが発生するでしょうか？現在皆さんの会社で排出している CO2 排出量はどの程度でしょうか？ CO2 の排出削減に向けて具体的に何を取り組めばいいのでしょうか？本動画では実際に取り組みを実践している企業のインタビューや事例を交えながら、カーボンニュートラルの進め方について分かりやすく解説しています。動画の流れを簡単にご紹介します。具体的な企業での活動方法を解説する前に、まず企業を取り巻く環境がいかに変化し、カーボンニュートラルに取り組む意義が生じているかをつかみます。続いて自社活動の方法として、最初に CO2 排出量を把握します。 CO2 の排出量の算出には4つのステップがあります。次に CO2 排出量の把握ができたら、その排出量削減についての目標値を設定します。そしてその目標を踏まえ、対外的に自社の活動をアピールするとともに、CO2 排出量削減の活動を進めていきます。削減にあたっては、狙い目を絞り込むため、どこで CO2 が多く排出されているのか見える化して把握していきます。そしてその狙い目を中心に、どうやって CO2 排出量を削減していくのか、3つの方法で考えていきます。1つ目として、エネルギー使用量を削減します。具体的には6つの省エネのポイントを検討します。2つ目は、CO2 排出係数という係数の値について小さくすることを検討します。3つ目はエネルギーの電荷です。これらは補助金などの公的支援策も活用しながら進めていきます。このような流れで進めていけば、カーボンニュートラルの実現に近づくみたいですよ。なるほど。詳細については、注目理由1、なぜカーボンニュートラルに取り組む必要があるのかの動画からご視聴ください。